矢ガ城は、現在の岐阜県橋真市総原町矢ガにあった、日本の城である。岐阜県指定史跡。追記時期は、鎌倉時代の説と江戸時代の説があるが、鎌倉時代が有力である。鎌倉時代、尾張国長岡省石田里の死職である毛利氏が、居城をヤガに移す。毛利氏は、戦国時代に中国地方を支配した毛利氏とは異なる。 源氏の川内源氏の松江という。毛利氏は戦国時代、時氏、斎藤氏、小田氏等に仕えた後、尾張徳川家に仕え、矢上城を中心とした一帯を治める。江戸時代は一国一条令により正式な城では、なくなったが1868年まで残ったという。城跡には石踏み、説明板、土類が残っている。また、城跡には、 毛利氏の子孫が住んでいる。城石にある八神城氏の遺帳は、江戸時代初期に毛利氏が、かつての住まいであった、尾張国の鹿島郡石田村から移植したものと言われ、樹齢300年以上の大木である。橋し市指定天然記念物に指定されている。市内新福寺三門は一の門を移築したものと言われている。なお、国土地理院の空中写真にて、 戦後すぐなら、ラグビーボール型の縄張りを確認することができる。現地にある、小津の縄張り図と類似している、USAM148A-7 から83。ありがとうございます。